皆さんこんにちは。この番組は和歌山県に住む夫婦が紀伊半島の滝を訪ね歩くという番組であります。紀伊半島は山あり谷あり、本当に不思議な滝が多いのであります。そんな夫婦で訪ねる滝修行の旅、もちろん滝に打たれはしませんが、それと同じ効果があると信じています。いつも大上チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。滝好きの方、楽しめるようなチャンネルを目指しています。万代の滝、この滝は恐るべき魔の由来があります。なぜ万代というのか、これは河童が万代。今回の滝も伝説に残る由緒正しい滝であります。万歳の滝、和歌山県日高郡日高町総川にあります。この滝、ネーミングからすぐに覚えてもらえる滝なのであります。どうして万歳なのか、ここに紀州民話の旅にはこうあります。宮間の山は深い、その山深い宮間の一番奥まったところにある総川地区からさらに4キロほど登ったところに万歳の滝というのがある。その滝の近くに源太という暴れ者がいた。源太はある日、滝のお地蔵さんを道に引きずり出し首を折ってしまった。通りがかった村人が、何をもったいないことを、罰当たりだと地蔵さんを洗い清め元のところにお祭りし、その日はそれで一件落着したという。次の日、滝の上で山焼きがあった。ところが燃えている山から突然石が転がり落ち、深い谷を飛び越えると川原にいた源太の母親に命中したという。母親は死んでしまったとか、明治の頃の話だといい、村の人は今も物を大切にしないとお地蔵さんが怒るぞと子供たちに言い聞かせるという。しかしこの話ですとお地蔵様と万歳の滝が結びつかないのであります。紀州の民話が明治の頃の話ですが、さらに古い話が残っています。森彦太郎という方が書いた南紀の伝説を取り上げた南紀土俗資料という本であります。この本にはこうあります。総川村土井に代々伝わる林という名前の土豪がいた。ここの主人はいたずらをするカッパを捕まえては懲らしめてから逃がしてやっていたという。それからカッパは二度とこの村には近づかなくなったのだが、その代わりに蛇がたびたび現れるようになった。この蛇、おかしなことに主人には美しい女に見えていたらしい。ある日、主人が付き人の男二人を連れてこの滝に鵜飼漁に来た。滝に着くなり主人は何を思ったのか滝壺に飛び込み沈んでしまった。付き人の二人が驚いて叫び続けたところ、水面に大蛇が首をかまげて現れた。主人を殺されたと思った付き人たちは、せめて主人の亡骸を返せと絶叫した。すると大蛇は一度水に没し、頭に死体を乗せて現れたという。付き人がすかさず死体を奪い返すと、その時ドンドンと流産が鳴動した。三国一の向こう取ったとお囃子と鐘太鼓を打ち鳴らす音が鳴り響いた。名は流産の滝。以上であります。この話からすると万歳をしたのはカッパたちなのであります。カッパたちが主人が大蛇と婚礼をあげたので祝って万歳をしたということになります。流産の滝が万歳の滝に名前を変えたのはこのカッパの話を
語り継ぐうちに万歳の滝になった可能性があります。万歳の滝、恐るべしであります。そしてこのような素晴らしい伝説を残してくれた総川の村人たちに感謝するしかないのであります。万歳橋やで、万歳橋であります。万歳橋、万歳橋であります。これやであります。
本日は万歳の滝に来ております。万歳の滝、この滝は恐るべき魔の由来があります。なぜ万歳というのか、これはカッパが万歳をしたという由来に基づくのであります。詳しくは別に述べていますので解説いたします。本日は万歳の滝、素晴らしい滝であります。ありがとうございました。帰ります。万歳の滝でありますが、熊の親父が万歳をしては面白くないのであります。岩から滑り落ちると万歳なのであります。こんなところ過酷であります。この緑見てください。この新緑、生命あふれる熊野の聖地なのであります。よいしょ。あ、素晴らしい滝だ。あ、近づいて見るのもいいのでありますが、離れて見てもいい滝なのであります。川が幾重にもなっています。よいしょ。聖観なのであります。総員2名、事故なし。事故、1人すったりこげました。万歳の滝遊歩道であります。ありがとうございました。いや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 、もうね、ありがとうございます。はい、よいしょ、よいしょ、日替わりランチを食べたのであります。あれ同じやな、あれ売ってるやつ、旗売ってるやつ。2004年廃校へ。
平成16年廃校にそれまでやってた、今もやってた。いかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは紀伊半島の滝を中心に夫婦で訪ねる滝動画をアップしています。また熊野古道講座も開設していますので、よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。コメント、リクエスト、評価をお待ちします。それでは、次の紀伊半島の滝でお会いいたしましょう。さようなら。